はい、熊の実マンタです。いろいろね、株のね、配当とか株主優待とか動画開けてると、なんかいろいろ聞かれるんですね、いろんなことがね。で、今回ね、今ちょっと穴ポコ、なんかいい株なんじゃないかなって、僕個人的に思ってるやつがあって、それをちょっと紹介したいと思います。その名もこれですわ。国峰工業ね。で、番号が5388、5388ですね。国峰工業。これがね、初心者さんには一番グッドなんじゃないかなと思います。で、その理由をね、今から紹介したいと思います。四季報を見たらわかるんですけど、分厚いのを開くのも嫌だなという人も多分いるでしょうから、ちょっとね、いろいろとね、分かりやすいように印つけてるんです。で、これがね、本社が、支店、支店、本社、本社は東京か？本社は東京ですけど、大阪、名古屋に支社があって、で、かつ、工場がね、なんと、これ、左沢と書いて、これ読める人いますかね？これ、アテラ沢って読むんですよ。アテラ沢ね。で、蔵王、ね、これはこの辺全部ね、山形県なんですよね、山形県。で、実はね、私、出身地が山形なもんでね、山形にはぜひね、発展してほしいなと思いまして、まあ、それも兼ねてね、この株いいよっていう話、いいよ言うたらあれですね。あまりこう、いいよ言うたらあれなんで、何があるかわからないんでね。まあ、ただ一つのね、指標として、参考にしていただけたらいいと思います。で、どれだっけ？これか。なんでいいかって言ったら、ほら、PBR、あれ？ PBR？ PBR ですね。PBR が、0.68 倍なんですね。で、これね、PBR はね、まあ、いろいろ考え方あるんですけど、要は低ければ低いほど穴場なんですよ。誰からも見つかってないっていうね。で、一応ね、僕の、考え方としては、その PBR は低い方が、万馬券的なね、株になる可能性が非常に高いと。で、まあ、それでもね、上がるとは限らないですけど、もしこれが上がらないとしても、この予想配当、要は配当金ですわ、配当金。配当金がこれ3.48%なんですね。これ、なかなか結構高いんです。なかなか高い方です。まあ、もっと高いのは探せばなんぼでもあるんですけど、やっぱ3%というのは非常にね、魅力的です。で、その他に、これ配当金書いてますやん。はい、1株あたり40円なので、これ多分ね、100株から買えるはずなんで、4000円もらえます。4000円。これ持ってるだけでですよ。持ってるだけで4000円もらえます。で、その他にね、これ、安全な株と僕が、思ってるその理由もう一つあってですね。で、どれだっけ？どれだっけ？自己資本比率とかあるんですよ。自己資本比率。まあ、自己資本比率が結構高くて、多分70%以上だったんじゃないかな。で、しかも有利子負債がほとんどゼロ、ゼロっていうかほとんどゼロだったかな。ね。というわけで、非常にね、倒産しにくい、ね。かなりこう、体質的には優良なね、会社の体質なんですよね。で、実際いくらで買えるのっていう話なんですけど、今日見たこの株の動き的には、こう、1149円なんですよ。1149円っていうことは、これ1株が1149円なので、100株から買えるので、100株だとすると、11万4900円なんですよ。11万4900円だったら、まだそこまでね、大きいお金では、まあ、大きいお金ですけど、まあ、50万とか60万とか、中には100万円以上するか、株があるんでね。それから考えると、まだ入りやすいんじゃないかなと思うんです。で、さっきも言った通り、PBR は低いし、
自己資本比率は高いし、でかつ有利子負債も少ないと、そういうところからこのね国峰工業やったかな、うん、これが非常にね私はいいのではないかなと思います。初めてやる人はね こっから買ってみてはいかがでしょうか。とはいうもののあくまでもね、あくまでも株なんでね、何があるかわからないので、自己責任で、だからあれですよ、もう11万ぐらいもう捨ててもいいやぐらいの覚悟で買ってみて、で買ってみたら意外とね長期保有にはすごい向いてるかなと思うかもしれないですね。少なくとも私は持ってます。うん、人にね言うだけ言って私持ってませんとか言ったらちょっと無責任ですけどね、まあ、僕は持ってるよっていうね、そういう話です。はい、というわけで国峰工業、まあねすごくいいんじゃないかなと思います。あんまりねそんな目立った工業名前ではないですけど、僕ねこういうのね探すの好きなんですよね。指揮法の分厚い中からねやっぱある程度見るところって決まってくるんですよ。でその中から自分の法則ができてきて、その法則にスパッとはまったんですね、ここの国峰工業がね。ぜひ参考にしてみてください。以上です。